生世祭。生世祭は中華民国の新疆地区の政治家、軍人である。1933年から1944年にかけて、新疆を事実上の独立国のように統治した。その独裁的な知性から、新疆王とも呼ばれた。字は、進むよう。生世祭は、1892年に、遼寧省貝原に生まれた。1917年に、 日本の明治大学に留学したが、ベルサイユ講和会議での旧ドイツ権益の日本への譲渡や、1918年5月の日華軍事防的協定の締結に扮して中国に帰国。その後、国民政府の軍艦学校である、雲南工部、同省州分校に入学した。その後、法典軍閥の各省令の支援により、日本の陸軍内学校に留学。 1930年には、新京小政府からの招きで、新京に赴き、当地の軍艦学校の教官に任命された。1932年に、ハミの方うじゃニやズが反乱を起こし、官宿の海賊軍罰、馬屋軍の馬中へを誘い、馬中への武下場与明と共に、章とウルムチを攻撃したが、森世彩は小政府軍を指揮して、これを二度にわたり撃破した。 1933年1月、バイオハルがウルムチに再進行したが、これもバチューエーにくじかれた。1933年4月12日に、小政府内で参謀所長の陳中ラが東北抗日機遊軍の残部やソビエトから逃亡してきた白系ロシア人部隊と組んで、クーデーター、4、12クーデーターを起こした。森世彩は、生還を決め、 軍事力がなかった新疆省政府主席の金主人はすぐに負け、ソ連に亡命を追いやられた。この結果、軍事力や威信があった森世祭は新疆省臨時、ただし弁に推挙された。ただし弁に推挙された森世祭だったが、臨時政府の他政員とは疑心暗鬼な状態であった。1933年6月、新京の内乱の平定及びを国民政府への 編入のため南京から戦医師として派遣された、孔子信松が生成を追い落とそうとするのを生世才が気づき、6月25日、森世才は4、12クーデーターの首謀者の陳からは、無本罪の名目に銃殺し、孔子信松を南京した。同年10月、森世才は、同様に、東北抗日義勇軍の指導者、丁純正を銃殺し、同軍を解散させた。 国民政府はこれを追認せざるを得ず、8月1日に、聖セ世イ,セイは、新疆変貌、ただし弁に正式に任命された。また、森世イは、ソ連軍の支援を得て、ウルムチを脅かしていた、バチ中英軍を撃退した。さらに、新疆東部を支配していた東トルキスタンイスラーム、共和国勢力に対して、ソ連を仲介して接触し、共和国大統領、 王者にやずを小政府側に寝返らせ、共和国を崩壊させた。1933年12月には、国民政府が任命した、小政府主席、劉文龍を軟禁して、老人の朱水を政府主席に据えた。1934年3月に、朱水が病没すると、国民政府はやむなく政世帯を、新京小政府主席に任命し、森世帯は、 小政府の肝心官僚から反対勢力を一掃する一方、ソ連への配慮から、王者にやずを小政府副主席に任命するなど、ソ連の支援を受けていた、トゥルク系ムスリム勢力との融和を図った。生世祭は、1934年4月12日、民族平等の実施、心境の自由の保障、農林業の救済、財政の整理、官僚の後期粛清、 教育の拡充、実地の実施、司法の改革からなる八大宣言を交付、また、1936年には、判定、和平、建設、民族平等、清廉、真相からなる六大政策を発表するなど、ソ連の支援の下で内政の改革を行う、進歩的政策を標榜した。百三十四年には、他試験との中央アジア大学への留学生、 派遣事業が始められ、1935年5月からソ連より社会を、6月からはコミンテルにより要員派遣を受けるなど、ソ連からの人的、経済的な支援のもとで政権基盤を強化した。1936年には日本帝国主義勢力の浸透を防ぐためと称して、新教書への入教に訴訟を義務化し、中国内地からの影響を遮断し、 新疆を事実上独立国のように統治した。これに対し、中国国民政府は、ソ連からの軍需物資の輸送ルートとして、新疆を重視しており、抗日戦争に協力していた森世財への批判を控えざるを得なかった。清潔財政権は、ソ連からの全面的な支援を受けており、ソ連から派遣された要因は、小政府の 各官所に顧問として配置され大きな影響力を行使していた。さらにソ連は森サイの統制外にある秘密警察を直接掌握しており、さらにフォージャニアズラ矢面ルク系ムスリム勢力との接触も維持していた。森サイは新素勢力に自己の権力基盤が崩されるのを恐れ、1937年10月に日本帝国主義のスパイの罪状でージャニアズラを 12月に、トロツキストの在場で、コミンテルン要員を逮捕した。森サイは、中国共産党に接近し、陳ン,ン州、毛沢民、毛沢東の弟、林キロラ共産党幹部を招兵して、コミンテルン要員の公認に当てた。1937年7月には、ウルムチに八祖寺軍の代表書が開設された。1939年、 森サイは、モスクワを訪れてスターリンと会談し、ソ連共産党への入党を申請するなど、ソ連との結びつきの維持を図った。新疆への影響力が大きくなったソ連は、イギリス勢力の新疆からの駆逐を求めたため、1939年3月には、イギリス領インド人の新疆省からの追放令が出された。1940年春には、ソ連要員を、 日本帝国主義のスパイとして逮捕する第二次粛清が行われた。この結果、新疆での中国共産党の影響が強まることとなった。1942年、独ソ戦でのソ連側の戦況悪化を見た森世塞はソ連に見切りをつけ国民政府に願えることを決意した。森世塞は8月に起きた実定性世紀の暗殺事件を 中国共産党によるものと断定して、共産党要員を逮捕し、国民政府への忠誠を表明した。1943年には、陳丹州、毛沢民、林キロラ中国共産党員が処刑された。これに対し、国民政府は、新疆に軍を派遣し、小政府の接収を図った。1944年、国民政府の圧力に屈した森世彩は、 重慶の国民政府の農林部長に任命される名目で、新疆を離れることを余儀なくされ、新疆王による10年間の統治は幕を閉じた。公認には、国民党から派遣された、後田だのが就任した。1949年に、国民政府と共に、台湾に逃亡。台湾での著作に、巻編先、新疆十年会を黒くがある。1970年に、 脳一血のため大北で死去。聖世祭は、新疆での統治において、日本帝国主義の教養を盛んに唱え、強権的な政治体制を正当化した。森世祭は、日本の明治大学や陸軍大学校へ通算3度留学したが、恩師であった各省令が関東軍の関与で廃止するなど、故郷の満州での数多くの悲劇を知り、 徹底的な抗日レジスタンス運動を叶っていたとされる。彼が東トルキスタンを統治するときに、毛沢東の弟、毛沢民を財務大臣に据え、中国共産党との協力体制を明白にした。が、独ソ戦開戦でソ連陸軍を撤退させるとともに、新疆省政府から共産党員を追放し、毛沢民を処刑した。これにより、 ソ連と共産党という後ろ盾を自ら失い、国民党により台湾へと渡された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。